俺が悪かったから、もう許してよ。大好きな押してってよ。俺が悪かったからさ、頼むよ。助けてくれよ。400、OK。じゃあ行きます。とある配信者の判決。なんと、あの女性の配信者の判決が出ました。まあ、名前はライラですね。ライラさんが窃盗の容疑で、まあ、裁判の方にね、出頭させられて、昨日裁判の、出頭で裁判出てね、判決を食らったそうです。そのライラさんの判決は、なんと懲役、これです。びっくりしましたね、俺はこれ見てね。地裁で引き裁開示請求、判決、俊足のライラ、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年です。令和6年11月15日金曜1時30分窃盗。柴えりか、令和6年6、略、728号法廷で、質係、簡易刑事。出会い系先女とされる女性、新宿109、建造が追っかけていた。ってことで、ライラが1年6ヶ月の、執行猶予がついたということです。じゃあ、ライラさんにね、本人に突撃インタビューしたいと思います。はい、出るかな、ライラね。窃盗、まあ、パパ活みたいなものをしてさ、で、セックスする前に金を抜き取ったっていう窃盗でしょ？だから、あっちも悪いねで、こんな罪になったんじゃないの？ライラはね、なんかね、ドイツのハーフだっつってたね。アラビアのね。盗む方が悪いだろ？でもさ、よく考えたよね。パパ活で女を買ってる男ってさ、犯罪じゃん。その中で財布を金盗むことによって犯罪の中で行われた犯罪だから、何も言えないじゃん。だからもう、ライラはそれに気づいてそれやってんでしょ？うまくやってんな、あいつな。あ、捕まっちゃったかな、これ。まあそういうことですね。ちょっと出ません。売りより盗みの方が悪いだろ。あと顔もね、嘘つきなんだよ。だからモデルみたいな顔を張ってるんだけど、全然違うんだって。だからまあ写真詐欺だね。マスク詐欺とか、そんな感じ。でもライラはさ、ぶっちゃけ、まあ、いろんなことで騙されてきて、そういう経緯で、ああいう人間になってしまったと俺は思ってる。だからライラは別に、悪い子ちゃんじゃないと思ってるよ、俺は。いい子ちゃんだと思うんだけれど、そういう生き方しかできなかったという不器用な部分だと思うよ。だから、ライラに対してね、批判する方いると思うけど、そういう目線で見てあげるのも大事かなと思うよね。悪い子ちゃんじゃないと思うよ。金騙し取られて女性リスナーに怒ってる人いたんだけど、あのリスナーが正しかったんだな。ああ、なんかあったね、昔ね。まあ、そういうことです。変な擁護するの、ブッダ。ってことで今日のふわっち大炎上ニュースでした。ありがとうございます。じゃあ夜ね、配信をやるんで、よかったら来てください。はい。何、シャカリキちゃん、DM、LINE 送りました。後で本題の電話で、あ、夜でいいですか、シャカリキちゃん。夜しますわ。夜行けます？ちょっとお腹痛くてトイレ行きたいんだよ。すいません。うんこしたくて。
明日で、夜でいいか、シャカリキちゃん。ちょっと無理だわ。夜は旦那いるから無理。うん。ウォッシュレット使ってるケツは拭けます。いい夜で、シャカリキちゃん。昼間はちょっとできないな。あ、もうダメだ、無理だ、うんこ漏れるわ。